こんにちは。2022年4月2日です。蘭越ふるさとの丘道の駅に、到着いたしました。今日はここで、車中泊をさせていただきます。Wi-Fi の、上りが早いんで、ここにへばりついて、アップロードしていこうかなというふうには思ってます。今夕方の4時半なんですけども、道の駅のスタッフの方が上り旗を収納を始めました。4時半になったらオーダー受付をストップなんでしょうかね。で、5時になったら店じまいということなんでしょうか。ちょっとわかりませんけども、片付けが4時半で始まったみたいです。北海道他の道の駅もまた早いのかもしれませんね。まあオンシーズンになりますと夜の7時ぐらいまではやってるみたいです。これから明日起きまして、黒松内道の駅を経由いたしまして、ニゴルガン温泉新栄館で入浴、そして、湯森を経由し、ストール、鹿部間欠泉、縄文ロマンと行きまして、恵山、水無し公園の露天風呂、12時から、朝の 7時から午後の3時までですね、7時から15時ぐらいまで入浴可能だということです。まあ入れたら入れるということです。それからすぐは南東屋さんの方に回りまして、そこの浜の湯ですかね、そちらの方に入浴させていただこうかなと思います。そして戻ってまいりまして、ツドールプラザ佐原、ここまで来れればここで2泊目ということです。そして次の日は噴火湾をぐるっと回りまして、アブタでアップロード、そしてできれば千歳ぐらいまで帰りたいんですけども、千歳まで帰れたら千歳で、3泊目ということです。あんまり千歳は泊まって、いつも千歳で泊まるんですけどね、この頃は泊まってないんで、たまに、千歳で泊まっていこうかなというふうには思ってます。まあ、真上の丘でもいいんですけども、まあ、その辺まで、帰れればなというふうには思ってます。本日も那須田屋にいたしましたんで、非常に喜んで走ってますね。車も静かですよね。静かにこう走っていくことができます。ちょっとエアがまだちょっとエア調整、さっきも言ったんですけど 2.4 に前も後ろもしてしまったんで、ちょっと硬いなということで、後ろの方だけ少し抜いてみようかなというふうには思いながら走ってまいりました。まあ、リチウムイオンの方は家で充電してきましたので、充電しないで走ってます。で、今晩100アンペアのリチウム使うもんですから、明日は移動しながら、充電ですね。車の 12V のバッテリーからインバーターで 100V に上げて、そして専用の充電器でリチウムイオンに充電すると。大体何時間ですかね、何歩使っても6時間あれば十分入りますね。多分この今の時間、あんまり時期あんまり使ってないですね。 FF ヒーターもそれさほど元気よく動きませんので、大体5時間ぐらい走行すればリチウムイオン満タンになるんじゃないかなというふうに思います。まあ、同時に冷蔵庫も作動させて、マイナス、いや、プラスの4度ですかね、それにしながら、いや、冷やしながら走っていこうかなと思いますが、まあ、十分明日の移動時間に、サブバッテリーの充電は完了するんじゃないかなというふうには思ってます。まあ、同じ場所にこう、とどまってるんですと、まあ、太陽電池だとか、いろんなものを必要とするんですが、私の場合は移動が多いものですから、必ず移動するんで、まあ、6時間ぐらい、5時間から6時間移動すれば、一晩使う電気量は十分、たまりますよということなんで、それで走ってます。まあ、ご飯も炊いても大丈夫ですね。余ってます。なんで、また今日も楽しい、ひとときをですね、ご飯を炊いて、これからご飯を炊いて、ハンバーグのレトルトを温めて、それをいただいてから、また例によって一人宴会ですね、ワンパターンの一人宴会をさせていただこうかなと思います。まあ、一人宴会ご覧いただいてもいいんですけど、いつも同じなんですよね。本当にワンパターンのことごと言われまして、ワンパターンですよね。なんで大体、まあ、行くところはワンパターンでないんで、予想はつかないと思うんですよ。できるだけ神出鬼没と言いますか、この時期ここにいるなっていうのは、まあ、できるだけ黙ってて行くんで、あんまりわかんないと思うんですけど、前何回か当てられたことありますよね。ですけど、それはワンパターンでないんですよ。行く場所はワンパターンでないんですよ。変わるんですよ。天候によっても変わるし、その時の気分によっても変わるし、こっちは行きたくないなと思ったら行かないし、ということなんですが、車の中でやってることっていうのはワンパターンなんですよ。
よね。なんでウイスキーもワンパターンで飲んでますよ。音楽もワンパターンですね。いろんな音楽聴けばいいんですけども、好きな音楽ばっかり聴いてるんですよね。またそれをまた AI の、 あの YouTube の AI の方がですね、あのリスト作ってくれてるんですよね。で、あ、この曲もう飽きたと思って早送りするんでパッと飛ばしちゃうんですよね。したら次からまたそれ聴くとそこちゃんと飛ばされてるんですよね。あれはさすがですね。だんだんということはだんだん私の好みですね、私の好みの音楽のパターンになってきたなというふうには思ってますけど、本当の AI は恐ろしいですね。なんで、あ、これがまた好みの音楽聴けるなと思ってポンとその YouTube に接続するとまた好みの音楽が順番に入ってくるんですよね。また今日もその順番のワンパターンを聴いて、まあいいかっていうのは飛ばしてしまえば、次明日の晩はそこは飛ばされてるとっていうのは思いながらですね、過ごそうかなと思ってます。アンカーの、Bluetooth のスピーカーもボリューム最大、そしてこのスマートフォンからの送信も最大ボリューム、そして、ベースの音を一時半強くして反射音を狙ってということです。この車結構カーテンとか上の方にフェルトとか貼ってるんですよね。壁もフェルト貼ってますね。そうしますと音響がいいんですよ。反射がしないんですよね。まあこの横の方のテーブルの白いところは若干反射するんですけど、それ以外はほとんど反射ないですね。前の方にもガラスの反射とか後ろの方にも、カーテンとかブラインドをしますんで、音が吸収されてしまいますんで非常に音響がいいんですね。家で聞くとやっぱりパンパンパンと跳ね、こう響いちゃうんですよね。ですがここですと本当に響かないで、音が全部吸い込まれていくなということで、アンカーのスピーカーのいろいろ音色をこう変えるんですけども、変えても、あ、変わったっていうのが十分に、分かるような環境でゆっくり過ごしていって、床はですねマットレス引いて、毛布引きますんで、床の方からの音を吸収しちゃうんですよね。で前の方はラバーマット引いてますんで、ラバーも音を吸収するんで、まあトレーの3日分のトレーと水とタンクとか冷蔵庫あたりが反射するかなというぐらいで、あとはほとんど座席の後ろも吸収するしということで、ほとんど吸収材ばっかり囲まれているんで、私もこうやって車の中で大きな声を出してるんですけども反射しませんね。すべて音が吸い取られてしまってるぞということで、なかなか心地いいっちゃ心地いいですよね。ですが、まあ、ある程度こう反射音がないとやっぱり、ダメみたいで、大きなホールだと反射音も必要だということのようです。今本当に小さなスピーカーでも音良くなりましてね、昔は JBL パラゴンだとかそのでかいスピーカーでないと、音響システムでないといい音しなかったんですけどね、今はこの本当に小さいスピーカーでもいい音しますけども、ちょっと周波数が上下がカットされてるっていうことですんで、まあ昔のオープンリールのオープンテープのアナログ式とか、レコードプレイヤーとかですね、8トラックのあれにはかなわないんじゃないですかね。アナログのテープにはかなわないみたいですね。ですが今のところはあくまでもこうやって私とかが CD とかで聞く分にはカットなんですが、それ以外のはデジタルでもかなり音域はかなり広く撮ってるみたいですね。ですのでだんだんこれからも音が良くなって来るみたいですが、まあ電話の方もかなり良くなってますね。なんていう電話だったか分かりませんけど、ほとんど肉声と変わらないような高音質の、電話の通話もできるように、なってきましたね。技術はどんどん進んでるんじゃないかなというふうに思います。まあそんなことを思いながら今は、蘭越ふるさとの丘道の駅ですか、ここにへばりつきながら、Wi-Fi のアンテナのところに車のお尻を向けて、そこに、パソコンをへばりつけて、取りたくいたものをアップロードしています。今のところ上りが 3.6 メガぐらい出てますね。まあ、結構出てるんで、これだと20分ぐらいかかりますかね。で1本ずつということで、まあ、ご飯を食べながら、全部アップロード終わった頃には暗くなるんで、ブラインドを下ろして、まあ、中でゆっくり過ごしていこうという時間になるんじゃないかなと思います。まあ、気温の方もさほど低くならないんで、10リッターの灯油で3日間 3泊分は、持つなということで、出てまいりました。本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。失礼いたします。